はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はですね、ちょっと場所を変えまして、我が家のですね、将来の子供部屋、今余ってる部屋なんですけど、それで今物が何もなくて、背景もちょっと殺風景な感じで、いつもだったら自分のデスクがあって、後ろになんかヘルメットの棚とかあるんですけど、後ろ真っ白だとやっぱ寂しいんですけど、今日はですね、新しいヘルメットが届きましたので、このちょっと細かいところをですね、しっかり見ていきたくて、今日はちょっとこの場所に変えました。で、こちら、これアライヘルメットの2018年度の紙カタログなんですけども、表紙でですね、私使っていただいております。ありがとうございます。で、今回この中にあるヘルメットでですね、例えば僕はこの RX7X っていうものを愛用してるんですけど、これではなくてですね、ちょっと趣向を変えた、今まで手にしたことがなかったものがあって、ドキドキしてたんですよ。で、僕が乗るバイクの系統かというと、いまいちそうでもなくてということまでちょっと縁遠かったんですね。だけど気になるヘルメットがあって、またそれと同時に今まで乗ってこなかったバイクで気になるものがあって、そういうのをレビューするときにヘルメットをちゃんと合わせて世界観を楽しみたいなという思いがあって、今回新しいヘルメットを手に入れたというわけなんですね。で、今回ですね、向こうから照明をこっちに、あの壁越しにこう間接的に焚いてますんで、僕黒いんですけど、ヘルメットはですね、綺麗に撮れたらいいなと思って、そんな感じでやってますんで、でこのヘルメットちょっと見てください。一緒に見てってください。もうですね、答えここにうっすら書いてあるんですけど、さっき一回開けて中身確認して、シールド僕が好きなタイプに一回変えてるんですけど、アライヘルメットって買うとこういう感じで手に入るわけですね。こんな箱なんですね。あのターンテーブル回ってるようでいて、ただの丸椅子です。丸椅子便利ですね。こんな感じの箱に入ってくるんですね。で、そこがこんな感じで、で上がこんな感じです。はい、開けてまいりましょうか。中身開けるとですね、こんな感じになってるんですね。ちょっとあの一部省いちゃったんですけど、発泡スチロールでこうヘルメット動かないとか、そういうものが入ってますですね。じゃあちょっといざヘルメットの中身出しますよ。はいはいはい。あ、これはそっか、袋がブルーなんだね。僕が普段使ってる RX7X の方はグレーの袋になってるんですけど、こっちの袋はこれブルーで来るんですね、これ。なるほどなるほど。皆さんこれね、多分見ていただくと、あー懐かしいねって言ってくれる方が多いんじゃないかと思うんですけど、ヘルメット自体は最新の今のモデルなんだけど、懐かしいねって言ってくれる人がね、多いんじゃないかと思うんですよ。僕も実はもうね、このカラーリングが市場にリリースされたのが2011年頃だったかな。だから7年ぐらい前、僕何してたかというと、ちょうど、オートバイが仕事になり始めたぐらいの時ですね。まだあのモータージャーナリストとかやる前で、で趣味でなんかもツーリング行きまくってた頃で、週3ぐらいでツーリング行ってましたね。当時 BMW の K1200R ってネイキッド、はい、っていうの乗ってたんですけど、これでですね、ツーリング行きまくってました。はい。で、このカラーリングが復活したんですよ。復活したの。そこがもうね、たまらないポイントなわけですよ。ずっと気になってたモデルがあって、なくなっちゃって、あーやっぱな、なんかもう欲しいものは欲しい時に買っておかないと、こうして手に入らなくなるんだよなと思っていたら、おそらくは僕の勝手な想像なんですけど、世界中で僕のようなユーザーがいて、でアライヘルメットさんに聞いたら、実際に世界中のそのユーザーからの声を受け止めて再販することにしましたっていう経緯があるそうで、となったらもうアライファンの皆さん、アライファンのあなたも僕も行くしかないでしょうっていうところで、今回この新しいヘルメットの登場なんですね。はい、では見ていただきましょう。袋をね、ほどいてね。あー、これはですね、ほんと濃い焦がれたヘルメットなんです。今言うの勢いでほどこうとしたら、自分でやった蝶々結びが絡まっちゃった。すいません。はい。このデザインはですね、はいっていう人多いと思うんですよ。でね、多分ね、万人受けする柄ではないですね。ちょっとマニアックな柄かもしれない。一気に行きましょう。はい、こちらでございます。今回新しく手に入れたのがですね、XD というヘルメットのオリエンタル。というカラーリングでございます。皆さんこのカラーリング覚えてます？知ってます？これ2011年からあったデザインなんですよ。オリエンタルっていう名前の通りでですね、その和柄なわけなんですよね。これこの波がザパーンってきてて、でなんか花びらが散ってたり、このだからこの波と花びらってもうちょっとわけわかんないよね。日本のようでいて日本じゃない感じがして、一周回って見ていくとこんなデザインなんですね。
で僕が気に入ってるのがこの顎のラインのところですね。ここに波がこう集中して上にこうせり上がってるようなイメージなんですね。で脳天のデザインがねこんな感じなんですよ。こんな感じ変わってるでしょ。このデザインかっこいいですね。で標準はうっすらスモークのシールドがついてくるんですけど、僕は普段使いするときにスモークが好きなのでこれもスモークに変えちゃいました。でしかもその雨用の上にこうゴムの縁がついてるあの365日安心して使えるやつですねに変えちゃいました。でシールドの形状も RX7X と当然違うので、迫力がありますね。なんか今までの荒いヘルメットにない帽体のデザインもあるし、で懐かしのこのカラーリングも効いてるし、いいですね。でこのですねオリエンタルっていうカラーですね、ちょっと細かいとこなんですけど、これベース部分がブルーなんですよ。このベース部分がブラックもあるんですよ。だからブルーとブラックの2色が選べるっていうところですね。ただこの柄は一緒なんです。でこの謎の和柄、これさ、だってこの上にさ竜がいるけどさ、この竜の色使いもなんか遠目で見るとさレッドブルっぽいカラーリングだね。これというのも日本人が描いた日本の和柄じゃないんですよ。海外のデザイナーさんがこうデザインしてるんですよっていうところもあって、わけわからないカオス状態で面白いんですね。でこのデザイナーさん誰かと言いますと、ここに小さく書いてありました、ドゥルーディパフォーマンス、アルド・ドゥルーディさんがデザインしてるんですよ。ドゥルーディっておじさんどなたかと言いますとですね、バレンティーノ・ロッシーをはじめ MotoGP の世界で派手なライダー、有名ライダーのヘルメットをほぼ全員デザインしてるイタリア人のデザイナーのおじさんなんですね。例えばドゥカティの純正アパレルのデザインもされてるような人だし、あの他のアパレル屋さんのジャケットとかのデザインしてるような人でもあるんですけど、そんな有名な方のデザインなんですね。だから多分ね、発祥としては日本人が世界に和柄を見せようぜっていうイメージではなくて、どちらかというと世界の人がオリエンタルっていう名前通り、その東洋の神秘をデザインにしてくれよっていう声がスタート地点にあったんじゃないかって勝手に想像するんですよ。このねオリエンタルってデザインがね、僕は復活したのがすげー嬉しくて、でここまでがこのデザインの話なんですけど、実は僕がこのヘルメットを選んだ理由が2つあってですね、1つは僕が昔から欲しかったこのオリエンタルっていうデザインが復活したから、復活した時にこそ手に入れておかないと、ただでさえ最初出た時にもう僕逃しちゃってるから、タイミング噛み合わなかったから、このタイミングって人生大事でですね、あのお付き合いするとか結婚するとか転職するとか新しいこと始めるとか、いろいろ人間タイミングで重要でですね、僕今回タイミングを無理やり合わせにいけたということですね。前は失敗したんで、それが理由一つ目なんですけど、もう一つの理由がですね、この XD っていうこの新しい帽体に興味があったんですね。でこれ何用かと言いますと、ここのね顎のとんがり、ここの顎がねちょっと象徴的な形してるんですよ。あの RX7X とか今までのアライヘルメットとちょっと違うのが、これをこの顎になんかねこうとんがってる強いデザインが与えられてるんですよね。でこれが何用かというと、もうピンポイント、ドゥカティの X ディアベルに乗るときに僕これ被って乗りたいんですよ。そういうねクルーザーモデルに合うアライのヘルメットが欲しいという声が世界中であったそうなんですね。例えばこれがスーパースポーツ CBR とかさ YZF とか GSX とか ZX とか、なんかそういうバイクはアライヘルメットどれも合うんだけど、アメリカンとかクルーザーに乗るときにいまいちそれがレーシーすぎて合わないイメージがあったんですね。僕も正直、合わないけどこれしか持ってないからこれだなって被ってたんだけど、例えばこの頭の上についてるこういうねあのベンチレーション系のこういうダクトとか風をいなしてくれるこういうフィンのようなものとかが、なんかスーパースポーツには似合うんだけど渋いクルーザーとかにはあまり合わなかったんですよね。そういうのがこれは最小限に留められてるっていうのもいいですね。だけど荒井のこの丸いシルエット、だってまん丸綺麗でしょ、このシルエットは保たれてるっていうのが僕は何より嬉しいところなんですよ。あの転んで顔から落ちたことがあるので、丸かったおかげで衝撃いなしてくれて、あの体を痛めることがなかったっていうことがあるんで、僕はこの荒井の丸い形状が大好きなんですね。でその荒井の安全性を保ったまんま顎を強くしましたっていう、この独創なデザイン面白いですね。で他の荒井のヘルメット見ると、ここにこうさフラップがパタパタついてたんですよ。例えばこれ RX7X、 ここにこういうのがついてるんですよね。
これの開け閉めすることによって中に風を取り入れることができたり、風の向きをまっすぐ入ってくるんじゃなくて上に向けることでシールドの内側の曇りを取ることもできたりするんだけど、ここのデザインがさ、結構これ主張しちゃうんだよね。開けてると開いちゃってる感がすごい出ちゃうんですよ。で、このデザインがなくなっただけでもここの口元なんかすっきりしてる感じしません？で、風入んないのかというと、ここに小さなスリットがあるんですね。後で別撮りしますけども、いう感じになっていて、こうして2個比べてみると似てるようでいて全然用途が違うヘルメットなんですよね。いかがですか、この XD。 だからクルーザーとかアメリカン用に作られているものとはいえ、なんせヘルメットの形が独特でかっこいいんで、僕はこれお構いなしで他の形のバイクでも使っちゃおうと思ってるんですね。で、このタイプのヘルメットって実際これ走ってる時ってこういう角度じゃないんですよね。こういう角度でヘルメットって走ってるわけなんですよね。これがこうなると四輪っぽくなって F1 っぽくなっていくんだけど、こっちのヘルメットちょっと四輪っぽくない？なんか F1 っぽい感じしません？こっちはこうなって自然な角度になるんだけど、このシールドの角度一つ取ってみると、こっちの方がちょっと立ってる、起きてるというか、だから比較的乗車姿勢が体起きた状態で乗るように設計されてるヘルメットなんですよね。だからこっちが自然と手の上に乗せてこうやって重心どの辺かなって探ると、やっぱりちょっとこうね、前傾気味に降りてくるんですよ。ヘルメットで全部重心バランスがちょっとずつ変わっていて、これは前傾姿勢のバイクに乗るときに一番体に負荷がかからないように、ちょうどいいところに収まるようにデザインされてるはずなんですね。この後頭部のフラップにしても、これで風をどういなすかっていうところもあるんですけど、こっちのヘルメットの重心ちょっと見てみましょうか。これね、被ったことないんですよ。一度も被ったことないの、このタイプ。うん、ちょっと起きてるね。ちょっと起きてる感じがする。うん、なんか違う。これね、手にこうやってね、両方乗せてみると、今あの手ね、あの中でグーしてるんですよ。グー、ドラえもんみたいにグーになってるんだけど、ちょっと気持ちの差だけど、こっちの方が前傾にこう降りてくる方向に力がかかる。それに対して XD の方がもうちょっと平らなとこにいようとする力がありますね。ああ、面白い、なるほどね。今両方手グーにしたら手が下ろせない、ヘルメットが置けない、やばいやばい、落ちろ、やばい、あかんかった。はい、いかがでしょうか、この XD。 ああ、ヘルメットの形が面白い、独特で、何よりこの外人が描いた、この外国の人が描いたこの日本の和柄っていうのがですね、面白い。今カメラのディスプレイ、モニターずっと見てるんだけど、これは独特だね、これ。で、これ間近でこうやって見るとかなりこれ主張すごいっていうか、独特で派手でしょ、これ。かなりこれなんかあのカオスな感じだよね、やばい感じするよね。だけどこれが遠目で見ると、正直そんなうるさくないですね、これ。遠目で見ると意外とこれそんなにデザイン立たないというか、埋もれる系ですね、これ。離れていくとこういうレーシーなデザインのやつの方が印象に残るね。だから線の太さが違うよね。こういうタイプの方が、そのグランドスタンド席とかテレビ越しであのライダーが誰か分かるようにデザインされてるから、こっちの方が遠目ではっきり分かるようになってますね。こっちはどちらかというともうちょっと作品的なものだから、オーナーの人がこう手に取った時に、この細けえな、この辺のこの牙一本一本にしたり、この毛並みにしてみたり、花びらにしてみたり、この鱗にしてみたり、こっちはそのね、タッチの細かさがあるね。だからそういう意味でデザインやっぱ全然違うね。あー、こうやって並べてみると面白いね。こんなに違ったんだ。はぁ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 。あー、全然違う。だから離れていくと、ある意味これこっち側白い、この波が強いからなんか白い印象だよね。反対側はこれ左右非対称デザイン、非対称デザインだよね。あ、対称気味の色違いっていうことか。で、ちょっとデザインによって非対称になる部分も出てくるっていう感じなんですね。はい、じゃあちょっとこのヘルメットをかぶってみます。はい、かぶりました。こんな感じになりました。あ、ここの顎がね、でかくてね、張り出してる、こういうのに比べると。
シールド閉めます。どうすか、かなりこれさ、シルエットがごついね。ここ多分こっちと比べても大した差がなくてビビたる差のはずなんだけど、それでもここの張り出しの強さを感じますね。で、僕はこれシールドね、あのドスモーク、マブラック、めっちゃブラック、暗黒のシールドにしたんですけど、このなんかいかつさいいですね、これ。はい、ここの顎のこうなってるシルエット、閉めると声聞こえないですね、こうなってるシルエットがいいですね。で、かぶり心地としてはあのね、ここの頬周り、ここがね、意外とこっちよりもあの広く感じますね。口元もここ顎が離れてる感じがして、なんかね、息がしやすいというか、この中の空気が多いという感じがします。この辺の耳から上の頭の上側の押さえてるホールド感っていうのはさほどこれと変わんないかな、そんなに大差ないかな。あのどちらもなんかこう全体を使って包み込むっていう洗いっぽい、いかにも洗いな被り心地ですごくいいですね。なんかどっか一点でグッてされてる感じじゃなくていいですね。あとやっぱ軽いですね、洗いヘルメット軽いね。仕事で他社の被って洗いに帰ってくるとやっぱ軽くていいなって思うんだよね。うん、全然動かない。僕はいつも洗いの 55-56S サイズっていうのを被っていて、そのままじゃ僕ちょっと頭の形合わないとこがあって、中の内装に1枚クッション脳天の部分にプラスしてるんですよ。僕あの米みたいな顔してて、馬顔で顔が長いせいなのか分かんないんだけど、ちょっとヘルメットをそのままの状態よりも上にちょっとずらすイメージでぴったりになります。洗いヘルメットはもう大体どれも脳天にちょっとクッション1枚足してますね。あの量販店とか行くとそういうサイズ調整用のパーツ売ってるので、顔の形がいまいち合わないっていう人はそれ使ってみるといいんじゃないかと思います。はい、いいですね。ちょっとこっちにチェンジしてみましょうか。参ります、せーの、ういー、はい、こんな感じでチェンジしました。かぶり心地の話なんですけど、これはですね、もう何に慣れてるかの違いだとは思うんだけども、僕はこの RX7X が一番使うヘルメットなんですよ。スクーター乗るとき、オフ車乗るとき、街乗りね、オフ車で街乗りするとき、普通にネイキッド乗るとき、スーパースポーツ乗るとき、サーキット走るとき、何するときも大体僕はこの RX7X っていう型を使うことが多いんですね。こっちの方がここのほっぺたのあたり、ちょっとここほっぺたの肉ギュッてしてる感じ分かりますかね。ここがもうちょっとこっちよりも近いところでホールドされてる感が、だからヘルメットが単純にやっぱ小さいって感じがしますね。これがそのままこうキュッて短くなってるような、ここがこうクッと寄ってるような感じがします。で、やっぱり耳から上のここの上半分の頭をどうこうホールドしてるかっていう、こっから上は正直変わんないっすね、そんな大差ないっすね。ただこの目から下のこのほっぺたのあたり、この辺のエリアの押さえ方が違うように感じます。だからこっちの方が耳のあたりもちょっと広めですね。こっちの方が耳のあたりも含めて顔にこうスッとこうキュッて入ってる、こっちはもうちょっとこうなんか広さがいるような体感でした。はいはい、いかがでしたでしょうか。ヘルメット2個をですね、その場でパパパッとチェンジしてみたんですけど、あの全体像で言うとやっぱ洗いヘルメットだなっていう、洗いの僕はもう体に染みついてる慣れた被り心地なんだけど、ちょっと違うところっていうのが結構な差をやっぱ作りますね。だから仮に初めてのヘルメットを買うっていう人は、やっぱりいろいろ全部被ってみて、単純に自分の形に、顔の形、体の形にどれが合うのかっていうのも知っておくのもすごく大事だと思いますし、その上で同じメーカーで悩むにしても、例えば RX7X っていうものとこの XD っていうもので被り心地違うので、あの体感変わってくるんですよね。あの単純にぎゅうぎゅうにきつい方がいいんだったら 7X の方がいいでしょうし、ちょっと広さがあった方がいいっていうであれば XD もいいでしょうし、そもそもこの顔周りない方がいいなって言ったらオープンフェース型にもなってくるでしょうし、そういう風にですね、自分の体に合うものを見つけたら僕はすごくね、あのバイクライフ楽しくなるんじゃないかなと思います。で、これは洗いのホームページとかカタログ見てると、やっぱりそのクルーザー向けのものっていうですね、背景があるんですよ。ですね、
これがそうなんですけど、ちなみにあの他カラバリこんなのあったりいろいろあるんですけど、クルーザー圧倒的な存在感に快適性も兼ね備えた孤高のクルージングモデル。 7X はなんてコピーなの？ 7X はなんて書いてあるの？モト GP ライダーが絶賛するハイスペックフルフェイスヘルメット。あ、なるほどね、そういうキーワードなんですね。あのね、バイクにしてもアパレルにしてもヘルメットにしてもそうなんだけど、メーカーのホームページとかカタログをちゃんと見るとやっぱりね、キーポイントが1行とかでコピーがパッて書いてあって、結果そこからずれてることってやっぱないですね。かぶってみたり使ってみたり乗ってみたりすると、あ、メーカーさんが言ってること本当でしたって思うことがすごく多くてですね、なるほど、やっぱクルーザー用なんですね。とはいえ僕はクルージングするとき以外もね、全然使う気でいますよ。あ、でちょっとしたね、機能説明的なとこなんですけど、 7X この口元はこういう風にフラップみたいなのがパカパカ開くんですよ。ところがこっちの XZ に関しては外側にこういうギミックが一切ついてないんですよ。そのおかげで顎がね、このスッキリしてるというか顎がまとまってる感じがするんだけど、その代わりこっちは表側にこのね、吸気口みたいなその風が入る穴が開いてるんですよ。でそれはヘルメットのこの中側のこっち側でその窓の開け閉めをするっていう構造に変わってるんですね。で多分使い勝手一つで言うと、この中ってグローブをした状態でこっからこう指入れてこうやって操作するから、操作性がいいものじゃないですね。他のヘルメットでこのタイプのもの使ったことあるんだけど、こっちの方が外から操作できる分があって、こっちの方が楽ですね。だからここの機能をよく使う人がどっちかを迷うんだったら、自分がその内側から操作する方でも間違いなく簡単に操作ができる器用さを持ってるのか、単純に外側からこうやって楽したいのかっていうところは考えてみてもいいんじゃないかなと思います。そんな気がします。はい、ではこの動画最後にですね、これもうちょっとカメラ寄りでですね、綺麗な状態で撮って、お別れしたいなと思います。はい、で実はこのヘルメット以外にもですね、僕オープンフェイスそんなに被らないんだけど、なぜこれの撮影した時にオープンフェイス被ってバイク乗ったら、あの思ってた以上に楽しくてですね、ありだなって思って、なんか風通しもいいしさ。はい、こちら VZ ラムっていうものなんですけど、こういうねオープンフェイスタイプってやっぱね、風がここの周りをこうね撫でてってくれる感じが気持ちよかったんですよね。で実はね、ちょっとレイブログで今までスポーツ系のバイクとか速い系のバイクに特化したつもりはないんだけど、そういうのがただ単に僕が得意とするジャンルなんで、それ系のバイクのレビューばっかりしてたんですけど、クルーザーも乗りたいし、もうちょっとそのヘリテージ系とかクラシック系ゆったり乗れるやつも乗りたいしっていう心境になって、多分ねおっさんになってきて好みがこうね、今大人の階段登りながら好みも変わっていってるって、こう人間変わっていってるタイミングだと思うんですけど、それもあってそういうのにヘルメットとファッションも合わせてみたいって思ったんですよ。そこでそういったヘルメットもこの先ですね、試してみようかなと思ってますんで、荒いヘルメットが気になっている方ぜひ引き続きレイブログをご覧になってください。はい、それでは最後このヘルメットの最後見てお別れすることにしましょう。以上レイがお送りしました。